正しい構えいきます。正しい構えはまずガード上げます。でガード上げた時にこの手がいろんな構えあります。こめかみに上げる人もいれば、顎の位置に上げる人もいれば、肩の位置に上げる人もいます。で僕が一番理想的なのは前の手は肩の位置、右は顎にくっつける。これ手を上げれば上げるほどこれ肩が力入りますね。なのでこの状態です。肩に力が入る。あとは前から押されても大丈夫、横から押されても大丈夫、後ろから押されても、これ360度どこから来てもビクともしない。こういう構えだと打たれても返せる。これが正しい構えです。肩に力を入れない、あとはサイドを振れない。